こんにちは、深川康則です。もう4年ぶりと言ってもいいと思うんですけれども、このチャンネルアジアさんにですね、そうですね、1年半ぐらいですねお世話になったことがございます。2015年から2016年にかけてですね、お世話になりましたが、今回はですねもう本当久々ということで4年ぶりのですね、私のこのコーナーをですね作っていただいたということでございまして、それはですね今回私がですね、この、チャンネルアジアさんでですね、どうしてもお訴えをしたいというのはですね、ここに、ございますように、この5月にですね、私19年ぶりに、著作を上司いたしましてですね、本当に長い時間、かかったんですけれども、この愛国者のための東京案内というですね、著作を、やっとの思いで扶桑社からですね、出させていただきました。でこのタイトルがですね、愛国者のための東京案内ということでですね、ぎょっとするかもしれませんけれども、その愛国者というのはね、普通に考えて日本が嫌いな人はね、おそらく日本人の中には、いないと思うんですね。ですから愛国者、誰しもがですね愛国者だというふうに私は思ってるんですけどもね、その濃淡が多少あるかと思いますが、その愛国者の皆さんに、この東京をですね、知っていただきたい、もっともっと深くですね、この東京を味わっていただきたいということでですね、私は書きました。一応都市論ということではあるんですけれども、自分としてはですね、これはもう人間論という気持ちでですね、書きました。やはり、どんな、文章でもですね、そこにこの人間が現れてないとですね、つまらないんですね。一応ノンフィクションというジャンルではございますけれどもね、そこにやはり人間を色濃くですね反映して、東京というものをですね、深く感じて、いただければということで、書きました。で東京のですね、皆さん方もね、東京お住まいの人、また東京にしょっちゅうね地方から来られて仕事をするとか、またね、勉強するとか、いろんな形でですね、日本人であればもう一度も東京にね来たことがないというような人はおそらくね、いないと思います。ですから何らかのね、自分なりの東京論というのがね、皆様方、それぞれ、終わりではないかなと思います。そういうことでですね、これは私のですね深川康則、流のですね、東京論というふうにね考えていただいて、よろしいんじゃないかなと思います。でここの表紙なんですけどね、この表紙がですね、実は地図なんですね。で、この地図はですね、元の地図をちょっとお示ししますけども、こんなですね、こういう地図なんですね。見えますか？もう少し引いた方がいいですかね。で、このちょっと古い地図だなとね、思われるかもしれませんけれども、これは明治30年ですね、1897年ですね。ちょうど日清戦争が終わってね、19世紀が終わり、いよいよ20世紀に入ろうかなという時のですね、東京の図なんですけれども、ちょっとね解説をねしたいと思いますが、よろしいですかね。これこの川は隅田川というのが分かりますね。隅田川、そしてここの皇居がございます。
まあ、これもね、見慣れた、地図だと思いますけど、皆様方も。で、その、皇居を中心にですね、東西南北、都市が広がってるんですけどね、まあ、これよく見るとね、まあ、その北の方に早稲田村とかね、うん、それから、原宿村とか渋谷村とか、東の方に行くとですね、亀戸村とかね、そういう、やっぱり郊外が田んぼだったということがよくわかるんですね、ですから、明治30年の段階ですね、明治30年ですから今からもう120年ぐらい前でしょうかねぐらいの前の東京の姿というのはですね、やっぱりスケールとしてはこのくらいだったということなんですね、で、当時は15区の時代です。だからこうちょっと赤くてね、赤いのが点々点ってありますけど、これ区が書いてるんです全部で、まあ皇居は当然麹町区って言ってますね、この皇居周辺は。それから神田区、そして、まあ日本橋区、さらには京橋区で、港区の方はこの芝麻布区、そして、赤坂区で四ツ谷区で、牛込、小石川とね、本郷ね、下谷、さらには浅草区で、まあ、本所深川というですね、15区で当時の東京というのは構成されていたわけですね、ですから現在もその郵便局の名前とかね、警察署の名前とかはそういうね、麹町局とかですね、麻布警察署とかですね、そういうね、この15区の時代の、ね、名前でですね、今もこの、警察署名とかね、郵便局名が使われておりますね、で、この15区でできた、まあ、範囲というのが、まあ、まあ私流に言わせればリアル東京と言いますかね、うん、オリジナル東京というふうにですね、まあ、私は呼んでるんですね。で、ちょっとね、そのまあ東京という土地のですね、まあ、これ言えますかね、まあ、地形ですよね、地形で考えますとね、この、東京というのは見事な風水思想にのっとった、まあ、中国古来のですね、まあ、陰陽道というのも絡んでますけども、風水というですね思想にのっとった、都市なんですね、でこれで分かるように、まあ東西南北、東側がですね、これが清流って書いてます、で、西が白虎と書いてます。で南がですね朱雀、そして北が玄武というですね、こういうね、指針、これは神様なんですね、実は。それぞれの意味がもちろんありますけども、清流というのは流ですよね。ですから東側にですね、その川が流れていると。こっちですね。東側に川が流れている。これがまさにですね、隅田川なんですね。で、当時は、江戸時代は大川っていうふうにね、言ってましたけども、明治になって隅田川っていうふうに言うようになりましたね。で、西側は何かって言ったら、白虎と書いてますけどね、これはね、道を表すんですね。白い虎、まあ、虎が歩いていくっていうようなね、ことなんですけれども、この道というのはどこかって言ったら、まあ、完全に西にはですね、甲州街道がですね、ずっと伸びてますけども、まあ、基本的にはですね、これはまあ、まあ、南西部に伸びている東海道というふうに考えるのが自然ではないかというふうに言われています。そして、南にですね、朱雀っていうふうに書いてますけども、これは、まあ、赤いスズメっていうことですよね。うん。で、それが生息するのが、その、湖とかね、それから、まあ、湾、入り江、ね、そういったところなんですね。だから、南にですね、そういう入り江、湾、そういったものが広がっているというのが、まあ、良しとされているわけですね。で、北は何かって言ったら、これは、まあ、玄武というのはですね、これ亀のことなんですね。で亀のその、まあ、形、まあ、甲羅がこうちょっとこう盛り上がってる、それをまあ山に見立てているわけでですね。でこの、
山はどこかというとですね、まあ、これはやっぱり自然に考えると、まあ、日光の、ね、白根山とかね、南泰山、まあ、こういうふうにですね、当時の人は、まあ考えたんじゃないかと思いますね。ですからね、東西南北はですね、非常に見事なこの指針がですね、東京にはまあ立地しているというかね、うん、まさに見事なですね、この風水思想から言うとですね、理想の地であるということがですね、わかると思いますね。ですから、まあ、もう一回ですね、ちょっとこの大きな地図に、戻りますと、この清流がですね、まさにこの隅田川なんですね。で、白湖というのはですね、まあ、西側にですね、ずっと、まあ、東海道、ね、がこう道としてつながっている。そして南は、まあ、これね、はしょりましたけれども、これは当然東京湾がね、ございますね。で、北はね、うん、まあ、神田山だっていう人もね、まあ、いるんですけどね、神田の山はそれこそね、30メートル、40メートルぐらい、まあ、今削ってだいぶ20メートル、30メートルも足らずですよね。そういう山になりましたけどね、そんなね、小規模な山ではなくてね、やっぱり南泰山とかね、その日光の白根山とかね、うん、その辺をイメージしていたということがですね、分かると思いますね。ですから非常にこの指針、そのですね、理想の地形がこの東京だということが分かると思いますね。で、この風水のですね、まあ、考え方というのは、この流脈といいますかね、流脈というその、まあ、山の尾根ですね、尾根をずっと伝わってですね、気が流れてくると。で、いい気をこう取り込んでですね、悪い気をこう、まあ、排除する。そのためにですね、まあ、北東に、寛永寺、ね、表鬼門にですね、寛永寺という上野の、ね、山を、そして南の、増上寺ですね、芝に、ここに、裏鬼門というですね、それぞれの寺を作ったということです。